オギルビートランスポーテーションセンターは、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴの鉄道駅。OTG と略される。州内鉄道メトラの3路線が乗り入れるターミナル駅である。ダウンタウンのシカゴ側西側、ユニオン駅北のシティグループセンタービル2階に、駅施設が所在し、プラットフォームを含めて南北にブロックに渡る。シカゴノースウエスタン駅、オギルビートランスポーテーションセンター。 後方の青いガラスの建物。左奥は、ウィリスタワー1911年、シカゴノースウエスタン鉄道が、シカゴノースウエスタン駅を建設。従来のターミナル駅だった、ウェルズストリート駅に代わって使用される。そのネオルネサンス様式の設計は、1903年完成の、ラサールストリート駅と同じく、フロストグランガー社によるものであった。16のプラットフォームは、高架式で、 6つの出入口と272メートルのブッシュ式屋根による駅舎庫を有していた。駅舎2階には広さ 34MX62 メートル、高さ26メートルの筒型ボールと構造の大町合室を中心にコンコースや諸施設が設けられていた。鉄道輸送の前世紀においてノースウェスタン駅は C&NW 鉄道の拠点として ウィスコンシン州のミルウォーキーやマディソン、ミネソタ州のミネアポリスやセントポール等の中西部諸都市へ向かう列車が発着した。また、1955年までユニオンパシフィック鉄道のオーバーランドリミテッド号やシティカク号のターミナルでもあった。1984年旧駅舎を取り壊し、鋼鉄及びガラス製のビルへの建て替え開始。1987年に42階建ての ノースウエスタのアトリウムセンタービルが完成。1991年駅車庫部分が C&NW 鉄道からメトラに売却される。その後の調査の結果全面的な改修の必要があることが判明し、翌年から工事が開始された。このプロジェクトは60を超える建設会社が延べ80万人時の労働力を投入した極めて大規模なものであり、 また建設管理ソフトを組み込んだ携帯機器が用いられるなどコンピュータ化されたコンストラクションマネジメント方式と QA、QC 活動が採用された。4年後の工事完成までに総計1億3800万ドルの資金が費やされた。1995年 C&NW 鉄道がユニオンパシフィック鉄道に買収される。1997年駅名をギルビー。 トランスポーテーションセンターに解消これは、ミルウォーキー鉄道の役員であり、また、イリノイ州知事として、地域交通局を設立するなど、鉄道の発展に生涯にわたって貢献したリチャード、オギルビーニッチなんで名付けられたものである。しかし、今もなお、ノースウェスタン駅と呼ぶ人も多い。同駅は現在、 メドラから委託されて、ユニオンパシフィック鉄道が運行している3路線のターミナルとして使用されている。オギルビートランスポーテーションセンターから北へ向かう線路。周辺の建物の合間にシカゴ川が見えるコンコースや、切符販売窓口は、シティグループセンタービル内の2階にあり、ドアを抜けて、北側のプラットフォームに入る。 プラットホームには1階コンコースへ降りる階段があり、そこを通ってクリントンストリートやカナルストリートに出ることもできる。シティグループセンタービル1階にはフードコートや隠し店舗が、2階にはレストラン、バー、隠し店舗、シティバンク窓口、ATM などがある。有名なギャレットポップコーンやファニーメイチョコレートの店舗も入っている。オギルビートランスポーテーションセンターに停車する。 メトラ車両シカゴダウンタウンとイリノイ州郊外とを結ぶメトラのうち下記3路線のターミナル駅である。プラットフォーム入り口シーティバスシーティバスのルート、停留所は道路状況等に応じて頻繁に移動するので注意が必要。シーティシカゴエル、ありがとうございます。